ノートブックワーカーズ YouTube トークナンバー157。はーい、157回目の NBR TV ラフスケット、はいはい、長野メタルでーす、お送りします。はい、どうも、3月一発目の放送ですね。一発目、はい、そう、3月の、はい、今日は、はい、3月の、はい、上旬で6日始まったばっかりでございます。上旬は結構雑でしょう。まだまだね、まだまだやっぱ札幌寒いですね。寒いですね。全然寒いですよ。まあまあいろいろね、世間は大変ですけれども。まあいろいろありましたかね。まあまあまあそんな中、そんな中ちょっと見慣れない箱がまずありますね。これこの話からいきますか。ちょっとね、そう。M3 に M3 がありました。参加してきまして、もうつい最近ですよね。つい最近ですね。M3 に参加した時にですね、まあちょっといろいろあって、やっぱね、この昨今の状況、昨今のあの状況ですね。にそのなんだろう。なんていうの、差し入れ NG みたいな感じしてたんですけれども、あ、そうなんだ、そう、韓国の方はやっぱり日本語はね、そこまでチェックしてなかったので、差し入れいただきまして、しかもあそこは言っちゃっていいんですね。なんかそうそうそう、しょうがない、これはこれはしょうがないだし、なんかもうこう事態がね、急速になんか悪化する前に準備してくださってたみたいなので、これはもうしょうがないだろ、受け取らないとダメだろうということで、ダメですね、それはいただいた、はい、お酒でございます。お酒でございます。アルコールが入ってるからいいんじゃないかなって僕は思うんですけど。消毒ですか、消毒的な。あ、食品はね、ちょっとね、まずいかもしれないけど。そうそうそう。アルコールですから。この箱。はい。立派な箱に入ってて、この瓶もね。これがびっくりした。瓶もすごいね。この陶器みたいな。抜けちゃってる。あ、抜けちゃった。黒脇に出てくる。あ、なるほど、そうかそうか。よいしょ。はいはい。うまくできますか。これでも、透明、ちょっと透明に映っちゃってますけれども、現物はですね、なんていうか、この、まあ、緑、エメラルドグリーンっぽい、そう、まあ綺麗なこう陶器、めちゃめちゃいい、こんなのはね、日本じゃなかなか見ないですよ、これ。で、なんて読むんでしたっけ、ヴィーガン、これちょっと逆側ですね、もう日本語は当然なくて、英語でちょっとあの解説が横にあるんですね。そうそうそう、読みが多分リーガンジューみたいな感じで書いてます、ね、リーガンジューですよね。コリアントラディショナルリカーと書いてありまして、そう、でその下いろいろ説明書いてあるんだけども、どうやらか梨かな、果実と、ジンジャー、生姜となんかターメリックっていうのも書いてあるんだよね。なんかスパイシーなんですかね、うん、ちょっとスパイスとフルーツみたいな感じなんじゃないかなと思いまして、とりあえずあのついではいるけどまだテイスティングをしてないの で、はい、そうですね、ちょっと今からいただきたいと。差し入れありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっと韓国の方ですね。韓国の方でございます、はい、韓国でありがとうってなんだっけ。分かんない、アニマセンスしかしない。そうですね、調べとけば、それぐらいしない、覚えておかないとダメだよ、ね、そうですね。まあ後で調べておきましょう。サランヘヨとかそれ系じゃないですか。サランヘヨ、あ、違う、それはなんだ、愛してるかな、分かんねえや。愛してる、それも似てると思いますけどね。じゃあ乾杯で。はい、乾杯、乾杯、おいす。これまさに書いてある通り、果実とスパイスの味。おー、これはね、面白い味、いや、美味しいですよ、美味しい、美味しい。これは、まあ、ちょっと癖があるからダメな人はダメかもしれないけど、これ多分なん炭酸とかね、いろいろジュースとかで割っても美味しいんじゃない、これ。で、度数がこれ多分25って書いてあるの、度数だよね、多分25ぐらいありますよね、うん、まあ、焼酎ぐらいと同じぐらい、ね、あ、なんか日本の焼酎ちょっとなんか、まあ日本もさ、芋とかいろいろあるけども、あれになんか、あれをなんか生姜だったりとかにスパイス系に寄せたような感じの味じゃないですか。結構すごい温まる。あのシナモン多めのアップルパイを酒にしたらこんな感じになりません？あ、なるほど、それも、うん、それもあるね。なんとなくシナモンっぽい感じもするね。そうそうそう、スパイスな感じが。あ、美味しいです、これは。美味しい、美味しい、体温まる。これはまあ常温でやってんだけど、一応ね、なんかね、説明文見るとどうも冷やすといいらしい。確かに冷やすと。ただちょっとここは冷蔵庫がないので、うん、ちょっと常温ですが、まあまあまあ全然常温でも美味しいし、うん、まあ冷やしても美味しいだろうし、なんかお湯割りとか温めも美味しいんじゃないかな、これ。確かに、それはいろいろ可能性を感じますよ。ありますね、すごい美味しい。ちょっと後でお湯持ってきてみますかね。あ、お湯あるんですか。お湯はあります。あ、お湯はできる。ちょっとそれやりたいですね。ちょっと次回の放送ではお湯割りを試してみようと思ってます、はいはい、まあとりあえずすごい美味しい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。いただきます、いただいております。という感じで、はい、まあ、M3できた話に、うん、M3 は無事、なんか特に何もいろいろね、そうですね、世間では騒がれてますけども、 M3 は無事というよりは、まあ、開催はしておりました、はい、で、
前後にねイベントがいっぱいあったんですよ、うん、この週末っていうのは。まあ、しかも3月の頭だったらね、なんかいろいろ騒がしいというか、うん、なんていうのかな、まあ、学生の卒業式とかあったりもするだろうし、あの 2DX20 周年のパーティーが1個あったのと、はいはいはい、うん、それからザ・プレイヤーっていうね、はい、オランダのガイタレが来る予定のイベントもあって、はい、その2本は、うん、延期になりました。延期ですか。そうです。なので中止ではないので、うん、まあ、続報をお待ちくださいという感じになったんですけれども、うん、M3 は、うん、規模を縮小して開催。あ、そうなんだ。という形で。ということは、自粛して出演キャンセルというか出店キャンセルしたサークルさんも確か、なんか俺ツイッターでちょっと見かけたけど、結構いましたね。結構いるよね。 それを受けてってことなんでしょうかね。そうですね。パッと見半分ぐらいは欠席してたんじゃないですかね、うんうん、結構そのスペースに椅子が置いたままのスペースとかが結構目立っていたので、うんうんうん、それが欠席サークルなんだろうな。なるほどね。いや大変だと思いますよ。うん、でもなんかオリンピックの影響で、はいはい、そもそもだいたい4月末だった M3 が3月頭に移動になって、うんうん、そうだよね、結構違うよ、うん、もうほぼ2ヶ月だよね。で冬込みが12月末にあるわけじゃないですか、うん、そっから新作を作った人は出展してたでしょうけども、無理に新作のない人とかはこう、うん、出展キャンセルをしてたんじゃないかなと。あ、なるほどね、思っております、うんうん、勝手に。そう、そうだよね、冬込みで、ね、なんか出してる人だったらちょっと制作基本的に厳しいだろうし、ね、うん、そうですよね。なのでそれもあって、うん、まあまあまあ規模を縮小、うん、無理に出せなくてもいいかなっていう方は、うん、まあ、でもね、もうやったっていうことがね、うん、すごくね、なんていうのかな、大事だと思いますよね。いやー、ほんとそうだと思います、うん、自粛しろっていう声もまああるだろうけども、そのね、なんか自粛ムードに流されて、あの、なんでもかんでも、ね、やめちゃったら、それこそ本当にもうなんていうか、この経済なりなんなりいろんなものが回らなくなってしまうのでね、やることにも意義があると思います。そうですね、それは絶対にあると思います、うん、ちゃんと対策もしっかりされてましたから ね、うんうん、そのアルコール消毒を至るところに置いてあったり、はいはいはい、あと常に会場寒い感じで、うん、その、うん、ほうほう、換気を完全に開放してて。あ、なるほどね、そうか、換気は大事だよね。そうそうそう、換気をしていたりとかっていうので、うん、対策をした上で開催という形だったので、うん、そう、この日のために新作を作ってきた方は中止しなくてありがとうみたいなね、うん、そういう気持ちがあったと思います。そうですね。いや、あんまりだから写真とか撮ってきてなくて、はい、まあ、まあ、そもそも M3 はそんななんか写真撮るような、うん、まあまあ、あのブースの写真ぐらい。そうですね、ブースの写真ぐらいなんですけれども、うん、まあまあ新作も、はい、わざわざこう、はい、この状況に負けず、はい、現地に足を運んでくださった方も結構いらっしゃいまして、はいはい、いやありがたい、はい、ありがたい限りで、それこそね、うん、韓国からいらっしゃった方とか、あと素晴らしい差し入れ、そうそうそう俺本当おこぼれでいただいてるだけで申し訳ないんだけどだもうなんか海外からも、うん、ちょうど観光で来ていらっしゃった方とかが、はいはい、遊びに来てくださっていたりとか、うん、でもそういう人もね、突然なんかね、こんな日本がこういう状況になってるからさ、そうですね、結構空いてる店がね、ね、なかったりとかもしただろうしね。いや大変な時期だったと思いますよ、ね、残念だな、あったかもしれないけども、いやそんな感じで、まあ、無事、はい、開催してたっていう感じで、はい、開催して無事戻ってきて、無事特に何もなく今のところ、はい、いやそう、体温最近測ってて、ああ真面目ですね。そう、うん、一応その奥さんの仕事柄ちょっとこう、うん、はい、自分も体温測んなきゃいけなくなっちゃって、そう、それで測ってるんですけども、うん、今のところは全然平熱通りというか、うん、はい、まあ要するにインフルエンザと同じ予防というかね、うん、普段の生活を気をつけてればそうそうはかからんだろうという話は聞いてますので。そうですよね。なんかあんま変にビビりすぎても良くないかなって、まあまあね、まあ、体温測ったりそういう管理はね、まあ、大事なことだとは思いますが、まあ無茶しない、なんていうかな、変な生活をしなければ、ね、まあ大丈夫なんじゃないかなと僕は思いますけどね。体温測んなきゃと思って、はいはい、やっぱ体温計引っ張り出してくるじゃないですか、うん、すごい時間かかるんですよ体温測るの。そうだね、いやかかるな、なんか新しいのないかなと思って、うんうん、新しい体温計を買ったんですよ。はいはいはい、最新のですか。最新のかな、うん、ちょっと古いかもしれないですけど、うんうんうん、早くて。ああ、違いますかやっぱりそうだよ、そうだよね、体温計って買い換えるタイミングなくないですか、はい、ないというか俺そんなだって熱っぽいと思ったらもう、あ、これ間違いねえなって俺思って、うん、基本測らんから
使わないんだよね、まずね。そう、なんかちょっといい機会だったなと思って、うん、そういう、まあそうだね、うん、まあそれはね、なんだってね、そういうものは進化しますよね、うん、いやそれはまあ確かに試してみたいね。そうそうそう、昔の体温計でそうだね、時間かかるよね、めっちゃね、ずっとこうこうやってやってね、してでしかもなんか変なところやったらあのうまく測れなかったりするでしょ、測れない、 L になってたりとかするんですよあれ腹立つよねいやそうだ、俺もちっちゃい頃それやったわ、言ってよ L になったの言ってよね、測れてねえじゃんって今15秒ぐらいで測れる。ああ早いですね、それは早いと思っても、うん、体温計が進化してることにすら気づかない。そうですね、やっぱあの女性とかはさ結構あのあ、まあ、いろいろ体調のあれでさ、ね、測ることは多いらしいから、うんうん、まあ、それでもどうだろうね、あんま買いかけてない人もいるだろうし、ぜひ体温計この機会に、うん、この機会に買い替えちょっとおすすめですよ。そうですね、あのマスクがないから代わりに体温計を買おうみたいな。まあまあまあ、そうそうそう、うん、なんか、ね、いいと思います、うん、こんなに進化してるんだなっていう、ね、ね、進化しますね。そうそうそう、気づかないうちにみんな進化してるんだという、そうですよ、感じでございますよ。がうまいわ。いやうまいっすねうまいわこれで、なんかあの焼酎だとねそんなグビグビ飲めないけど、これ結構いっちゃうんだよね、なんか、うん、いろんな味がするから美味しくて、なんかいいですね、うん、トラディショナルなリカーなんですもんね、うん、トラディショナルって書いてあるから、もう韓国では昔から飲まれてるってことでなんでしょうね、うん、きっとね、すごい、うん、向こうでいうとこの焼酎みたいな感覚なんでしょうかね、なのかな、どうなんだろうね、だしなんかいろんな味ねありそうだけどね、うん、ちょっと試してみたいな、ね、なんか韓国ではマッコリって、ね、あるけど、イメージありますね、どうなんでしょうね、なんかマッコリってまあまあ俺が単にあのニュースあれやなんかヤクルトみたいなもんでしょう、なんか言うのは俺日本人的な感覚で言うとさ、はいはい、ヤクルトを酒にしてんじゃねえと思ってさそれがなんかあんまりしっくりこなくてね、結構乳酸菌系弱い、ね、そうそう、ちょっとお腹がね俺下しやすいから、うんうん、乳飲料とかもね、だそうね、だから あれですよ、あの今さ牛乳がさ、あない学校休んでるから、あ、あるんだ、あ、すげえあるんだ、逆にあって、すげえあるんだ、そうだ、逆にあって、あの皆さん買ってくださいみたいなツイートをちょっと見かけてね、うん、うちの嫁がねそれで、あ、牛乳買おう牛乳買おうってすごい言ってたんだけど、うん、俺あんましあの牛乳飲む習慣ないし、飲んでもちょっと腹下すからと思って、とりあえず1本は買ったんだけども、まだ開けてないんだよな、まあ甘いぐらいだけども、ソが流行ってるらしいですよね、ソソソソ、牛乳を使った、はい、あれ何時代だっけな、アスカ時代の、はい、お菓子、お菓子牛乳をひたすら煮詰めて、うん、なんかこう固くなるまで煮詰めて、うん、丸めて固くするみたいなやつ、うんうん、ソっていうらしい、ソ一文字ってなんか何って思うよね何ってそう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 何そうめんそうめんな、違います、そうです、そうなんだそうね、一文字びっくりするね、それは何、本当に煮詰めるだけ、煮詰めるだけっていうか、あのレシピを検索してもそうで出るのかな牛乳そう、牛乳そうで出るのそうはあのソガのイルカとかのソース、あーはい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 あのじゃあソガって入れて、あのガを消せば、ガを消せば検索できると、そうそうそう、できると思います、まだ試してないですけどね。いやじゃあちょっと牛乳余ったらやろうかな。俺ね、そうそう、この間ね、週末非常事態宣言出た時に、あ、出ましたね、これはアルコール、強いアルコールを買おうと思って、はいはいはい、前から試そうと思ってたスピリタスをついに、ね、スピリタスね、この辺だとたぬき工事のドンキホーテでね売っておりますので、あそこ結構酒充実してますね、いろいろあるね、でスピリタスも1000円ちょいで買えるから、うん、で、いやそれでね、いや結構いろいろ試したんですよ、うん、前ちょっと VTuber で VTube で、あ、ね、あ見たね、ビールにちょっと入れたら美味しいとか、そうそうそう、いやそれでなんか牛乳とかもいけんじゃねえかなって、ちょっとまだ試したいんだけどね、例えばホットミルクにちょっと甘くして、あのスピリタちょっと入れたら美味しいかなって、なんかちょい足しするのはちょうどいいんですよね、そうちょい足しなんだよね、最初にまずね普通の炭酸を買って入れて飲んでたんだよね、うん、で最初ビビってすっげえちょっとずつ入れてたら、なんかもうちょい入れてもいいかなと思って、ちょっともう少し多く、あ、これウイスキーハイボールぐらい入っちゃったかなぐらい、うん、だったらいきなり炭酸がなくなってボッカのストレートになるんだよね、へー、やばいよあれこれが 90% の力かってへー、ちょろっと本当にガバって入れたんじゃなくて、ちょろっとちょっとなんていうの、もう一盛りみたいな感じで入ったぐらい、はいはい、それだけで炭酸がなくなっちゃったびっくりしちゃう、だから適量守ればすごく美味しいんだよ、うん、リボンナポリンもやってみた、なんか良さそうですね、うん、リボンナポリンにちょろっと入れたらすっごい美味しかった、いいな、うん、とかいろいろ今ちょっとスピリタスカクテルを試してる、ある意味度数高いからコスパいいですよね、あ、めちゃめちゃいい、もう全然減らないもん、うん、
焼酎だったらね2日ぐらいでなくなるような量、1日でなくなるかな、あの結構ちっちゃいからさ、ガバガバ飲んじゃいますからね、うん、焼酎とかは、ね、はいはいはい、感じですか。そんなそんな週末のお話を過ごしましたけども、ちょっとじゃあ、うん、あの1曲紹介しましょうか、お願いします。せっかくなんでね、はい、いろんなイベントが中止や延期になっている中ですね、はい、今週末だから、うん、明日かな、はいはい、明日開催されるブラストレイブというイベントが、無事開催されます。無事って言ったらあれかなまあちゃんとやりますと、あのやります、ブラストレイブ。なんか前あのジャケットがなかなか、うん、どんなんだっけな、かわいいやつだっけ。そうです、ちょっとその中の、あ、ほら、ここ、これですね、これですね。そうそうそう、あ、いいですね。そのコンピレーションが出て、前に出しますか。あ、どうぞどうぞ、はい、お願いします。はい、どうぞ。あ、なんか色がだいぶバグってますね。色バグってんな。これはあれかな、こっちから画像を出した方がいいのかな。こっちから画像ないな。ない。ちょっとこれは、じゃあ後でなんかどうにもならないです。まあちょっとこのままいきますか。一回止めてもいいんじゃないかなと思うけど。これ見てください。これ。これどれです。あのこの画面の、ああ、ちっちゃいよ、ちっちゃいよ、ちっちゃいやつね、見てください、はい、ブラストレイブ、これかなコンピレーションに、提供させていただいた、はいはいはい、自分の曲を今日は紹介しようかなと思っております。うん、ちょっと今ね、あのジャケは見づらいけど、まあだいぶ可愛らしい感じですけども、なんかこれだけ見るとちょっとね、あのハピコアというか、あ、こうかな、はいはい、こうアニソンっぽいのが入ってんのかなって思っちゃうんですけども、もうさあ、ラフスケッチさんはどんな曲を提供したのか、じゃあ聞いていただきましょうかね、はい、ラフスケッチでキックハラスメントで聞いてくださいラフスケッチでキックハラスメント、ハラスメントしますね、はい、まあ、でもなんか前半はさ結構バンバンキックで攻めてる感じだけど、なんかシンセが結構いい感じで目立ちますね、うん、切れ味のいい、今聞きながら思ったのがすごくメタルっぽい、確かに刻み方がヘビーメタルのギターの刻み方と同じですよ、これもう言われてハッとしました、確かにそうだでそれは意識してやったわけ、ね、わけではないですね、ハッとしましたね。あ、でもなんかね、そのやっぱりこの切れ味がいいから、こうこのシンセもちょっとキック感のあるというか、なんか年末オランダ行ってたじゃない、はいはい、オランダから帰ってきて一発目に作った曲がこれなんですよ、はい、おー、じゃあオランダのあの空気がちょっとこう凝縮されてるかもしれない、ちょっと意識はして、なんかいつもよりもなんかこう空間広く使った感じで、うんうん、ちょっと音数は少なめで、あー、そうだね、うんうん、そうだよね、音少ないで、リバーブで、うん、リバーブがいつもより深いような感じになってて、うんうん、なんか向こうがすげえでかかったなっていうのを思い出しながら作ったって感じですね。いや、これはね、なんかハラスメントってタイトルついてるけど、気持ちのいいキックだよね。ああ、なるほど。なんつうか聞いてて、
これ どの辺にハラスメントの気持ちを込めたんですか。 いいんですよ、これはもうだって普段ガバ聞かない人からしたら嫌がらせじゃないですか。まあ確かにこのジャケットジャケ買いだよね、これね。ガイはね、ガイ役 のこのジャケットからは全く想像できないことが、ね、そう詰まってますけど、他の曲もなんかこう、うん、他の曲は結構レイブ、あブラストレイ レイブというだけあってレイブ感ある、うん、書き下ろし楽曲がいっぱい入ってると、うん、まあでもそう言われたらなんかこれもなんかある意味ちょっとなんていうのかな、まあね、ハッピーではな感じではないけれども、ちょっとレイブ的なそうですねサウンドなんじゃないかなと思いますけども、もうなんかもうメンツもすごく豪華なので、うん、もうぜひぜひこれはあれだよね、イベントのコンピレーションだよね確かね。そうです、ブラストレイブ明日あるブラストレイブのコンピレーションなんですけども、はいはい、あの先行で M3 とかその前の、うんうん、なんだったっけな、その前ぐらいから確かリリースにはなっていて、はいはい、リリースは先行でされてると。そうですね、はい、なのでブラストレイブに来る方はもちろん、はい、まあ、来れない方も来れない方、うん、来れない方の方が多いと思うので、うん、今回ばかりはね、うん、でもそのすごくいいイベントだしいいコンピレーションだし、はい、ちょっとサポートしてあげてほしいなっていう、はい、ジャケットも可愛い。そうですね、可愛いよ。なのでぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、ブラストレイブよろしくです。よろしくお願いします。じゃあ中田さんからも、はい、行きましょうか。そう、これなんですよ、これをかけます今日は。まずジャケットいきますね。はいはいはい、はい、これです。コルピュ、あー、これもだいぶガッサガサしますけど、はい、コルピュラインです。で、あの、まあ、昔から好きなバンドで、あの、まあ、フォークメタルが日本で流行った代表格みたいなバンドで、まあ、なぜ今日取り上げるかっていうとね、つい先日、多分ね先週末かな、コロナで大騒ぎになってたあの週末に、うん、ライブやってるんですよ。あ、大阪で。大阪で、へー。確か、うん、でまず大阪に来て、そのね、あのコロナの自粛的なみたいなツイートが流れてる中、うん、このコルピのメンバーがノーコロナオンリージャンボプレミアムモルツみたいなツイートとともに大阪で酒飲んでる写真をアップしててもうそれがすごくいいなと思って、いやいいな。でそのまま、うん、ライブも普通に、まあ多分あれね、あのアルコール消毒とかなんかこうね、うん、もちろんあれをした上でライブはしっかり開催したというね。なるほど。まあ、そういうことがありまして、で、はい、まあ、このアル、まあ、コルピの、ね、アルバム、もうアルバム結構の枚数出しててるけども、まあ、どれもいい意味でどれも良い、うん、良い感じの、うん、同じ感じの良い、フォークメタル、楽しくなるフォークメタルをね、うん、がいっぱいやってるし、結構シリアスな曲もあるからね、うん、アルバムとしても聴き応えがある感じですね。で、今日かけたいなと思うのが、まあ、1曲目ですね、はい、ハッピーリトルブーザーって言って、はい、これね、コルピクラーにはね、あの放題がつくんですよ。なんか、おびただのところにちょっとふざけた感じの放題がいっぱいあるんですけど、この1曲目ハッピーリトルブーザーっていうのが、放題が痛快飲んだくれ親父って書いてあるんですよ。お、まあ、お酒の歌は結構歌ってらっしゃるんですけども、はいはいはい、まあ、その中でなんか、まあ、ハッピーというか青な感じっていうのかな。まあ、それで放題もちょっとふざけちゃったんだろうな。痛快飲んだくれ親父ってまさに今我々のことなんじゃないかなってちょっと思いまして、はいはい、その曲を書きたいと思います。はいはいはい、コルピクラーのアルバムがね、なんだっけ、テイルズアロングディスロード、放題がですね、世にもコルピな物語って、はい、またこれまたふざけた放題がついてるんですけども、その中の1曲目です。ハッピーリトルブーザー、どうぞ。
ポルクラーニーテルズアロングディスロード、ハッピーリロブーザーでした。はいはいはい、いやいいですねちょっと意外と感想がなかったんだけど、そうですね、いやでもいやそうそう、もうこれライブ絶対楽しいでしょう、ね、そうですね、大阪と確か東京でもよねやったと思うんですけども、そう先週末ね本当行った皆さん羨ましいいやなかなかね、俺はちょっとコルピはもう昔から知ってるバンドなんだけどもね、ちょっと生で見たことはまだなくてですね、うん、今回いいやな、ね、まあ今回もね、まあ行けてもって感じでしょ、ね、うん、ちょっと厳しかっただろうけどね、まあというか、まあとにかくいいバンドで、国内版もね出てるし、まあ入手はしやすいと思うので、コルピクラインで、ちょっとチェックしてみたいといただきたいと思います。はい、はい、そういうわけで、はい、チェックしてください。はい、じゃあ告知をしますか。はい、お願いします。コルピをバックに告知をガッサガサしますけどいいですか、このまで明日です。はい、明日、ブラストレイブがございます。おお、明日、ラスケッチが出演いたします。はい、はい、他にはどんなボトゲー系のイベントなので、うん、リュウさんやコウスケさんとか、もちろんそれからサンプリングマスターズ、メガさん、アヤさん、いいですね、もうそうそうたる面々で、うん、がっつりやっていこうと思いますので、はい、まあ、健康に自信のある方はそうですね、まずそこですよねそうそうそういけるぞっていうね、無理しないっていう、無理しないでね、無理だなって思ったらちょっと、うん、一歩引いていただいて、そうですね、そうそうそう、まあ、コンピレーションはリリース済みなので、 そうですね、そちらの方で楽しんでいただけたらいいんじゃないでしょうか。そんな感じでよろしくお願いします。はい、お願いします。というわけでじゃあまた次回も、あ、こんなもんでいいですか。大丈夫です、はい、次回は、3月の13日、はい、おー金曜日、あーまたいい日いいですね配信しますので、はい、ぜひぜひ来てくれると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。こんな感じでやってください。はい、というわけでコピコピラフスケッチとディリナードメダルでした。また来週。はい、お酒おいしいよ。いや、おいしい、ありがとうございます。ありがとうございます。ディリガンジュ、ありがとうございました。デリシャス